あ、いい、あ、美味しかった。うん。いいよ。あ、本当。魚系、フィッシュチップスも美味しいけど、うん、みんなあっち並んでるけど、うん、俺はこの中のね、うん、あのスピットファイヤーの飯の方が何でも好きだよ。スピットファイヤーで、ここのコーヒーラテね、うん、ハワイのモイを作る、うん、これあ、こんなのもラテアート。あ、ラテアートしてくれるんだ。おお。何食べてもうまいよ。え、ここバーガー好きよ。スピットファイヤー。へぇ、あとロコモコもここは美味しい。ボリュームあるけど。チーズバーガー、メタン悪くないでしょ。10トン、4トン、10トン。あ、うんうんうん。チーズサウジ、大量大きいよ。美味しい。おぉ。ここは結構。安くて美味しい。これもいい、いいじゃん。トイレに行きたくなったら、ノードストラバック。ね、ここに行きましょう。でもさ、ワイキキでさ、あのトイレ探すの大変じゃない？そうそう、あ、なんかトイレの場所を知らない。そうね、慣れないことね。うんうんうん、じゃあ、その1、ノードストラバック。これなんか、あれでしょ、有名なやつっていうか。花子が有名よ。じゃあ、日本の方。ABC ストアで買わずに、あの ABC のアロハはそれだから、ね、すぐ分かっちゃうよね。観光客って分かっちゃう、ね、普通はカハラか、うん、こんなのおしゃれ。あ、そうそう、このレイン、このデザインいいね。カハラレインスプーンのトリリチャード、あ、トリリチャードね、うん、マイキー連れてこよう、うん、夜のワイキキ探検。ジョージとユウさんはあのワイキキに住んでたんだよね、前に5年ぐらい。ワイキキに住むとかもう日本人の夢じゃない？ね、ね、慣れると割と良くないところも見えちゃうんですよね。良くないところも。有名な店。あ、アイスモンスター。あ、なんかこれ台湾式かき氷じゃない？はい。あ、そうなんだ。あ、本当だ。あそこがアロハステーキハウス。え、さっきのジョージ教えて。もしあのなんだっけ、道際に座ってたら、お荷物は気をつけ、お荷物に気をつけましょう、うん、あそこを通りながら勢いでジャンプして荷物ガッと取って、うん、私よく見たんです。あのトラックもあそこのマクドナルドにフレンチフライ納品に来るから毎日来るから。めっちゃ知っとるやん。あのトラックね。ワイキキのトイレ2は、うん、飲み会。おお、さすが。ワイキキのトイレはその2はロスの2階。昔は映画館。そう。え、そうなの？あ、だからこんな作りなんだ。キャサリンいる。で、ワイキキのパワースポットじゃないですか。ないけど。ワイキキの有名なパワーストーンを売ってる人。ほう。うん。そのちょっとサイキック的な才能のある人。相手が相手からだ。入った、ラッキー。キャサリン。You're so good. How are you? メニマム6 months。Yeah, all long。あなた何が怖いって、ちょっとしたね、超能力者的な才能があるらしくて、最初に会った時に、初めていきなり言われたのが、左足はいつ怪我したのって。なんで知ってんのそれみたいな。何も言ってないのに、ちょうど仕事が大変な時で、ちょっと仕事で元気になれるやつ作ってよって言ったら、これを作ってくれ。あれ作って、いっぱい人来てる、あのお客様。その後もバンバンバンとナンバーワン。ナンバーワン、本当にハワイでナンバーワン。ハワイでナンバーワン。マジか。で、それがすごかったから、この人が私にも作ってって言ったら、あんた悩みないからダメ。え、ダメ。断られたの。悩みもないし。悩みはないし、元気そうだし、体調いいからいらないよって言って断られた。じゃあもういらない人にはあなたにはいらないよって。そう。これからシェラタン行きます。シェラタン行きます。あ、でもさ、それさ、本当さ、アメリカあるあるじゃない？あの、働く前にバックグラウンドチェックをされる。あるね。ねえ。そうだね。ねえ、うん、本当にさ、日本の企業に電話してさ、裏付け取ってたね。そう。で、連絡がつかなかったから、罰じゃなくて、連絡がつかなかったらよしとするんだ。あ、なんかあったな、ここ。え、何これ。あ、ドクター、あ、これだ。ダウンコール。
そうだ、ジョージがなんかどっかをぶっ刺した、指だったあれ。ここぶっ刺した時、で床スカンと行った時に、手をぶっ刺した時にここ来ました。ここにちっちゅうダラダラ流してる。シェレブ有名なのは何ヶ月に1回サンドステッチューあって、うん、今はスヌーピーがね、チャラースヌーピー、いやいやいや、あーかわいい。こうやっていい匂い店、へー新しいお店、イエーイ。 Yes, smells nice, yeah? Yeah. You guys like candles? This is one of my favorite smelling candles. There's only one left. This is like sweet. Yeah, isn't it nice? But we also have matching smell for the body scrub and for the soap, and you can get a whole set if you want. You can make it mix and match. Wow. Yeah. That one's cucumber rose. Isn't it nice? Really? Yeah, it's like a spa day. Kawaii! 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 Okay, thank you guys. Take care. Thank you. Enjoy. Bye.本当だ。7年住んでてもこうワイキキの夜 歩くの楽しい。フリーで遊べる。疲れたら飲み物持って、うん、あ、ここあめちゃめちゃいいじゃん。疲れたら、疲れたらサーティワンアイスクリーム買って、で前なん、おお、いい景色だ。おお、この風もいいね。ね、気持ちいいんだよ。海からの風。おお、贅沢だね。なんかだ、ディズニーランド行ってるみたいな感じだね。すごいね、このライトが。で、あの青い。あ、テープ。木の上に青いとテープ。うん。それ何してる？え、何知らない。何やる？青いテープがしてあるところ、ホワイトターン。ハワイ語ではマヌオックという白い鳥が巣を作ってるのがいい。だから？モノドルにしか住んでない鳥。あれじゃん。夜はさ、鳥、鳥飛ばないと思ってたけど。あいつは24時間営業なんだ。24時間営業で。魚食うか。あ、そうなんだ。あ、あそこかな。今日はあそこで寝るぞ。チーズケーキファクトリー来たことある？ある、何回もあるんだけど、うん、いつもメインディッシュ食べちゃって、うん、チーズケーキに行くまでお腹いっぱいになっちゃう。だからチーズケーキ食べれたことがない。で、チーズケーキだけを買いにテイクアウトで買いに来ると、うん、ケーキの下に書いてある、うん、一番カロリーが低いやつで、うん、1300って書いてあって、残念ながらドン引きして帰る。カロリー見ちゃダメだね。あれ書かないでほしいよね。テスラです。マイペイ。え、これ言っていいのかな？いいよ。もう。いいよ、言っても。実は、このワイキキのテスラに、実はこのワイキキのテスラにいたのは、この人です。私です。つかなんか、あ、あれ覚えてる、あの人みたいなの人が出てくるかもしれない。あの中の設備全部設定したの私。ここ忙しかったでしょ。この忙しかったね。このテスラはもう名だたる VIP もたくさん来ていただいて、楽しかったよ。金払わなきゃ会えないような人にも会って、1対1で市場に出かけたりとか、勉強になったね。おー、すごいすごい、これこそ夜のワイキキだ。これをね、テスラの店の隣でやられてる。あ、確かにね、確かに。困ったよ。本当？ここ一番古いと二番目古い、全部泊まった。ここもいいホテルじゃん。ステーケーション。いや、ねえ、マックしようって泊まり、忘れ物取りに家に帰る。ここからね。何かなと思ったけど、誰かが弾いてるんだ。これがハワイ。
番古いエレベーター。すっかりいじられています。すごいね、まあ。いじられて今日立かなんかが管理してると思う。古くてこれはないからね。まあ確かにね。でも最初のエレベーター。ここね、うん。すごいね。2人それでさ、YouTube 作ればいいのになんか。やってないんだな、これは。じゃあ私の。編集がめんどくさいんだろう、ね。私の YouTube で2人登場したら、ワイキキの何こういうなんか秘密の隠れたいいところを紹介してもらおう。ワイキキ編の時に俺がプールの横、あ、うん、プールの、あ、そこだ、あ、オッケーオッケーオッケー。プールに行きたくなったらこのプールのところのにも入られます。池ビーチ釣り竿立てて本当だね。え、釣りしたことあるんだ。ロックダウンの時誰もいない時ここでやった。あ、本当。でもあのセットアップはかなりでかいもん狙いだね。じゃあみんな釣り竿置いて、あそこでなんかビール飲んで待ってんだ。知ってる人だけ知ってるよね。え、知らないよ。だってもうすごい詳しいから。あ、トイレも知ってるよ。さすが。え、見て、ここは大事。このホテルはヒストリーホテルだ。ホテルの中のもの、様子の写真を使ったの。昔の、昔のね、歴史。あ、ここで探すると色々つらできるよ。で、いいね。みんな船乗って来たのよ。だからこのホテルは昔の様子とかね。そう、以前これ船乗ってきて、でみんなね、ずっと船乗ってるから海の景色も嫌だから、ここ一番高いのはやっぱりガーデンビューだよ。オーシャンビューじゃなくてガーデンビュー。ああ、今日は27年2月1日オープン。オープニングのパーティーというか、あ、すごいね。来てる人たちだよ。すごいね。あ、こんな感じだったんだね。で、ウェルカムで、フラでやって、あ、ようこそとかね。昔の電話とかね。うん。スキープとか。アジア人多いね。うん、そういう歴史だね。誰のウェディングで、ね、あ、ほんとだ。誰かがウェディングして。キムさんとウェン・グエンさん。そのウェディングだ。コングラチュエーションズ。日本の結婚式って大違いの大騒ぎなこと。日本はワイナリー。2018年スタートになったよ。秋篠宮様のお泊りの時。ホビーの前、ちょうど。ねえ、ちょうど前だね。お泊りの御礼でその壺をいただいたんだ。すごいね。そのような方も泊まるホテルってことだね。うん。はい。これもそう、ここからどうぞ、入って、入って。そうね、おしゃれね。はい、ピンクのソファどうぞ。なんでもピンクだよ。あら、おしゃれ、見てこの。たら騒がしいよね。うん、で大きい通りの前進んでると、うん、もう15分おきにああいうのが通るから。夜でも昼でも関係なく事件も毎晩起きる。引っ越してきて1週間目ぐらいで、うん、バババババとか乱射事件になって朝それで起きたら乱射事件で乱射じゃねえ起きる。あとそのああいうハイライズの弱点は、うん、よく人が飛び降りるんだな。マジ見ちゃったよ。マジ、だから最終的に俺らはもう飛び、もう引っ越そうと決意したのはそれだもん。なんか見ちゃったから、夜中4時ぐらいなんか起きて、まだ寝てないの。ああ、でその時なんか音でボーンって聞いてたから外見たらあれ。人間電話して警察呼んだよ。マジ朝あの人が飛び降りた音を聞いて911通報した人がこの人です。以前働いたのホテルも、ああ、なんかガンで、うん、なんかお客様が亡くなった。ああ、起きて自殺、もう最後だからもう本当に平和で
自然になくなって、あー、最後は最後は海で積もる、なんか跳ねる、荷物置いといて、海行っちゃおう、もうバイバイの感じ。概要欄にホノルルクライムマップっていうのをリンクつけときます。あれを見るとこの1週間でホノルル、まあこのワイキキ近辺でどんだけ警察呼ばれたかが分かりやすく絵で示される、あのホノルルの市の警察署が出してるウェブサイトで、それを見るとあのこの街でどんだけ犯罪が起きてるかで一目瞭然分かる。なるほどね。でどの辺がいっぱいあって、どの辺は割と平和なのか、そういうのも分かるようになる。はい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 。好きな人はぜひ、これからここに住もうと思ってる人とか、ぜひ参考にされる。そうだね、はい、住もうと思ってる人、どこら辺がいいかとかね、どこが安全かな、すぐ分かる。そのマップが作られるぐらいのクライムあるってことだよね。そういうことです。ゆうさんはね、アフリカにも住んでたんだよ。で友達の家ね、ゾウさん、キリンさん、全部行ったよ。キリンさんね、家の2階まで頭突っ込んで、ご飯食べてた。アフリカでは英語で生活できるの？実はね、アフリカ語の方がちょっと多い。ああ、だからそっちの言葉も少しまた覚えてんな。あ、すごいな。で今日また何回目のパトカーですかこれ？今日もう。これ救急車だ。救急車か。うちありがとね。またね。本当にありがとう。ごちそうさま、ご飯もお土産まで。ただいまお家に帰ってきました。ご飯も美味しかったし、ワイキキ散歩も新しい発見がいっぱいすぎて、まだまだワイキキは奥が深い。これはね、もうリビングルームのテーブルにもうドンと置かせていただきますよ。このビデオ見てくれた皆さん、もしハワイに来てね、街中うろちょろしてるジョージとユーさんを見つけたら、ぜひ声をかけちゃってください。もしね、このユーさんのワイキキトイレツアーが良かったという人は、ぜひいいねをしてください。というか、アメリカというかハワイは本当にね、トイレ探すの大変なんですよ。日本だったらどこでもあるじゃん、とりあえず。あ、駅行こうとかさ、スーパー行こうとかさ、どこでもあるじゃん。でもハワイはね、トイレ探すのめっちゃ大変なんですよ。あったと思っても鍵がかかってたりとかして、なかなか自由に使えるとかなかったりするので、そしたらまた、ゆうさんとジョージ、呼んでいろいろ案内してもらいますんで。もう二人ね、面白いエピソードがありすぎてね、ちょっと今回のビデオだけではもう、ほんの一部。じゃあまた次のビデオでお会いしましょう。じゃあねー、バイバーイ。